臭いラーメン屋って知ってる？あるよね、店の外まで匂いがするラーメン屋って。だいたい豚骨の店だよね。そうそう、臭い豚骨ラーメンってあるのはわかるけど、入ったことある人とない人がいるよね。私は入ったことあるけど、中のラーメンはそれほど印象になかったな。デイリーポータルのライターである大北さんも入ったことはなかったらしくて、つい最近食べて驚いたんだって。大北さんはここでよく紹介されてる人だよね。アバンギャルドな食を求めているイメージがあるけど、今42歳でしょ。食べたことなかったんだ。そうそう、そんな自分を変えたくて臭い豚骨ラーメンを食べてみたらしい。インドに行け、インドに。どんだけ小さく変えるつもりなんだよ、自分を。大北さんは店の中に入って驚いたんだって。外よりも中の方がより臭いんだって。わかるけど、まあでも食品の匂いだし、そのうち慣れるでしょう。そうそう、でも食べてみてさらに驚いたんだって。より臭いんでしょ。そう、でもね、それがツーンと臭いんだって。アンモニア系の匂いがしたらしい。そんなことある？放置した体操服とか公衆トイレみたいな匂いだよね。豚骨ラーメンにとって失礼な話じゃない？そうだよね。大北さんも信じられなくて、その後豚骨ラーメンアンモニアで検索をしたらしい。するとそういう店は存在するみたいなんだって。私が知ってる臭い豚骨ラーメンの店はそんな匂いしないよ。それは大北さんが記事にした後の反響でもそうで、ハテナブックマークではこの記者はアンモニアの匂いを知らないらしいということになったよ。ハテナブックマークは匿名掲示板みたいなもんだから、あんま言うたんなや。 SNS におけるソースは私の力はすごいんだよ。私の知ってる豚骨ではないから記者が間違いなんだと。そんな話聞いたことないから、アンモニア臭のする店があったとしても少ないんだろうね。大北さんはこのアンモニア臭が嫌だったわけではなく、こんな変なことになってるのかと喜んだそう。そして他のお店がどうなってるのか食べに行ったんだ。刺激に飽きた貴族たちの遊びだよ。こういう人がデスゲームを主催するんだろうな。大北さんはまず Google マップで豚骨臭いアンモニアで検索をしたそう。そうして一番近い店に行ってみたそう。ああ、お店にとっては嫌なたどられ方だよね。こんなお客に来てほしくないな。出てきたのは美味しそうな豚骨ラーメン。スープを一口すすってみるとあっさりした味だったそう。臭くないんだ。豚骨ラーメンってテレビで食べられると思ったよりあっさりって言われがちだよね。初期認識を改めろよな。幻想を抱いてるんだよね。でもここで麺を食べたところ、アンモニア臭がして大北さんはびっくりしたんだ。やっぱりする店はするのか。調べて行ってみればいいのかな。麺が臭いのかと思って大北さんは替え玉を頼んで直接嗅いでみたそうなんだけど、それは臭くないんだって。スープは匂わなくて麺が匂ったのに、麺だけで匂っても匂いはしなかったのか。わからん。どういうこと？大北さんはお店の人にアンモニアの匂いって何ですかねと聞いてみたんだけど、お店の人は麺の乾水ですねって言ったんだって。乾水って中華麺に入っている成分だよね。そんなツーンとしたの食べたことないけどな。そうそう、でも確かに乾水。アンモニアで検索すると乾水の匂いはアンモニアになりますと書いてる製麺所のサイトに当たるんだよね。でも麺は匂わなかったんだよね。そう、そこが不思議なんだよ。替え玉って麺だけだから、乾水が香るならここでアンモニア臭がするはずなんだよね。それに今まで乾水の入った中華麺を何千回と食べてきてるけど、アンモニアの匂いを感じたことはないな。そう、そこは大北さんも言ってて、その割には豚骨ラーメンは2分の2でアンモニア臭がしたんだよね。やっぱり豚骨の方にアンモニア臭がある気もするね。大北さんは並行して検索もしていて、とある動画に当たった。それがラーメン屋さんが臭い豚骨スープを目指して試行錯誤する動画なんだ。あれってあえて臭く作っていたのか。そう、臭いのが癖になるらしいよ。そしてそこでラーメン屋さんたちは、あの匂いは菌によるものという感覚があるんだって。前のスープに継ぎ足して初めて臭くなるからって。秘伝の味みたいな秘伝の臭さがあるのか。
その動画では研究所に検査に回して枯草菌が出てきたらしい。納豆菌もこの一つなんだよね。確かに納豆もほったらかすとズーンとするんだよね。そうそう、納豆にからしがついてるのは古くなってツーンとするのをごまかすものだったらしいよ。今回の大北さんのやつは謎 OK だな。豚骨スープを仕込む匂いが外に漂ってるし、スープ自体が臭いのは確かなんだけど、大北さんが驚いたアンモニアの匂いがスープからしてるとも断言できないし、動画の中でもいろんな店のスープを試したところ、枯草菌由来だとも言い切れてないみたいんだ。スープは臭いけどアンモニアの匂いは麺からということもあるかもってことだね。並行して検索をしてるとラーメン屋さんのツイッターに、アンモニア臭がするという人がいますが、あれはスープの匂いではなく低下水麺の中の防腐剤の匂いですというツイートがあったんだって。あ、この人もスープでなく麺から派なんだ。気になってた大北さんはそこにリプライをして、ということは替え玉からも匂いがするんですかと聞いたんだ。それに対してラーメン屋さんははいと同意をしている。替え玉からは匂わなかったんだよね。ラーメン屋さんが嘘ついてるってこと。ここで大北さんはかつていちご大福がピリピリすることについて調べたことを思い出したんだって。いろんな和菓子屋さんに聞いても、それはいちごが呼吸してるんですって言われるんだ。いちご大福ってピリピリというよりシュワシュワしてる時があるよね。そうそう、お店も業界も否定するんだけど、理科の加藤先生に聞いたところ、それは発酵してるんじゃないですかというそれらしい答えを得た。アルコールと炭酸を生んでピリピリしてたんだね。へえ、それ自体面白いね。豚骨からはアンモニア臭はしませんというのは業界のムードとしてあるんじゃないかと大北さんは思ったんだ。豚骨業界の闇に迫る感じが出てきてしまった。とはいえ、向こうも商売だから穏やかに謎を迫ろうとしたんだって。それはそうだね。敵屋に当たりくじはなかったって YouTube 見てらんないよね。さらに謎を確かめるため、大北さんは東京の臭い豚骨の有名店である3店目に行ったんだ。臭い豚骨の有名店っていうのがあるんだね。足立区にあるそのお店は近所のバス停に並んでる人が文句を言ってたくらい臭くて、でも大北さんも食べてみたけれど有名店だけあってすごく美味しいんだって。ええ、臭いけど美味しいんだ。スープはアンモニア臭はしたのかな。ところがそれがしなかったんだけど、麺はやっぱりツーンなんだって。今のところ3分の3だ。やっぱり豚骨ラーメンの臭いのはアンモニアツーンなんだ。そしてこれもさっきの店と同じで、替え玉だけ嗅いでも臭くないけど、スープに入れると臭くなったそう。あー、わからなくなってきた。匂うのは麺からなんだけど、スープに入れて初めて臭いってどういうことなんだろうね。加藤さんに今回も聞いたところ、麺をすするから香るんじゃないかって加藤さんは当たりをつけた。スープの匂いなんだけど、麺をすするときに一番香るってことかな。そうそう、蕎麦やうどんをすするのは香りを楽しむためでもあるらしいよ。そうなのかな。やったことないからわからないな。そこで大北さんは家で実験をすることにした。臭めのニンニクスープを春雨で食べてみたんだって。食べた豚骨ラーメンが臭かっただけで、なんでこんな地点に来てるんだろうね。大北さんによると、確かに麺をすすると匂いが強く香るらしい。でも麺自体の香りもするらしい。うん、じゃあ麺にアンモニアの匂いがするのか、スープにアンモニアの匂いがするのかは分からずじまいか。ここで最後の実験。最初のお店はラーメンのお持ち帰りをやってたんだって。大北さんは家でこのラーメンを食べてみることにした。お、なんかすごそうだね。大北さんが家で豚骨ラーメンの蓋を開けると、もうその時点でバリバリに臭いんだって。アンモニア臭もすでにしてるらしい。そうか、お店はすでにその匂いで満たされているから、普通の家で嗅ぐとより臭いんだ。そう、これに関してはスープを飲んだところ、その時点でアンモニアの匂いがしたと。おお、やっぱりスープ説なんだ。それが一番すっきりするものな。よかったよかった。ところがそうもいかないんだよね。というのも、持ち帰りのラーメンだから先に麺を入れてくれるだろう。例えばそれで麺から匂いが発生してスープに移るという可能性も否定できない。なんですっきりさせてくれないんだよ。すっきりさせろよ。
その気持ちはわかるけど、研究ってそういうものなんだよ。次の人がまた調べるんだ。じゃあ麺とスープを別々に持ち帰ってまた調べてくれよ。それもうラーメン食べる気ないよね。人の道としてどうなんだと大北さんは悩んでしまったんだ。確かに私は何か大きなものを忘れていたのかもしれない。大北さんはスープにアンモニアの香りがすると睨んだ。だけど生地が出た後の反応としては、天下一品のラーメンにもアンモニアの香りがするというものがあった。天下一品は豚骨じゃないけど、鶏の骨を白濁するまで煮るんだよね。そう、もしかしたら骨髄の何かと麺の乾水が化学反応を起こしてアンモニアの香りがする可能性もあるなという気分なんだそうだよ。大北さんはすっきりがなかなかできないな。すっきりしたいのは人間の強欲なのです。そうかな。人間はすっきりするために科学的な発展を遂げてきてそうだけど、とにかく豚骨ラーメンはアンモニアの匂いがツンとして思えすろいぞと大北さんは言ってるね。ここまで聞いて全く食べたくならないのもすごいね。